TBS サンデーモーニング、関口広島のブーメランと暴言で大現状本日放送された TBS のサンデーモーニングにおいて、またしても変更報道が繰り返されてしまいました。まず最初に関口広さん、コロナ、コロナの1年、最後の週になりました。えー、本当に疲れたねと。さらに、発したねウンさ、本当ですね、コロナに明け暮れた感じでしたねと、発言されておられましたが。 こういった国民がコロナに疲れた原因、サンデーモーニングのような番組が変更報道を繰り返し、国民を煽り続けたことが大きな原因の一つになってしまっております。TBS や関口さんなど出演者の皆様には、ご自身たちが様々な意味合いで 国民を、企業の皆様を疲弊させてしまっていることをぜひとも自覚し、今後は二度と変更報道を繰り返さないようにお願いいたします。さらに、安倍前首相の桜を見る会前夜祭の問題について高橋純子さん。安倍前首相は嘘をつき国会を怪我した。この場をやり過ごせばいいという姿勢が明白だ。 反省が見られないのであれば、議員辞職しか責任の取りようがないと暴言を吐かれておられましたが、まず安倍前首相は秘書に騙されており、安倍前首相が嘘をついていたわけではないことが、すでにこの問題に関連した裁判所の判決で確定しておりますので、高橋さんのこの暴言は安倍前首相に対する名誉毀損に、 なってしまう可能性がございます。また、こういった政治資金の問題、NHK の調べによれば、3年間で65人の国会議員が94件の問題を引き起こしておりますので、現状、与野党関係なく、こういった問題が存在してしまっております。例えば、高志さんが安倍前首相だけではなく、問題を起こしたすべての国会議員に議員辞職を 要求されておられるのであればまだしも、実際にはそういった要求は一切されておらず、他の議員は問題を起こしておいて謝罪すらせず、逆ギレしたり逃げたりしている立憲民主党のですね、複数の議員が残念ながら存在してしまっておりますが、こういったおかしな議員たちを無視して、この暴言は おかしいんじゃないでしょうか。高橋さん、政治資金の問題に関して、議員辞職を要求されるのであれば、ぜひともご自身がジャーナリスト、記者として、これまで発生した全ての政治資金の問題に関して、現職の国会議員に対して、全員にですね、議員辞職を 要求していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。